東京に来て1年、桜子は2度目の受験でついに東京音楽学校に合格することができました。そんな時、桜子の受験を陰で支えてきた笛子は、時代の教育方針と折り合いがつかず、教職を続けるかどうかの選択を迫られていました。桜子はつかみかけていた音楽の夢を諦める決心をしました。今度は私が幸せにしてあげる番だ。桃子や雄太郎、そして教職を離れ東郷との結婚を選ぼうとしている笛子の幸せのために、桜子は岡崎に残り家族を支えていく道を選びました。自分の心だけは裏切らないでください。これが私の最後の授業です。父との思い出が詰まったピアノを売り払った夜、桜子は一緒に音楽の道を目指してきた辰彦の胸の中で泣きながら、これからは家族のために生きていくのだと強く思っていました。それから1年の月日が流れました。桜子は昼は喫茶マルセイユで女給として働き、夜は桃子と共に洋裁の下請け内職をして、弟の雄太郎の学費や家族の生活費を稼ぐため忙しい日々を送っていました。桃姉ちゃん、これ後で郵便局に出しといてくれる？雄ちゃんの学費ね、恩に行きます。そんなこと言わんでよ、みんなで働いて内職代も入っとるんだし。はい。また国民服？最近は国民服の注文ばっかり。赤とか桃色とかの服も作りたいっておばさんぼやいとったわ。行ってきます。おう、行ってらっしゃい。おはようございます。おはよう。桜子は喫茶マルセイユでヒロさんと共に働きながら、カネの目を盗むようにしてたびたび訪れる辰彦と会っていました。こんにちは。いや、こんにちは。今日渡したいものがあるんだ。何？作曲法の本。有森、作曲に興味があるって言っとっただろ。これだったらピアノを弾く時間がなくても仕事の合間にちょっとずつ勉強できると思って。ありがとう。ほんでもいいわ。どうして？私、ゆうちゃんが大学を卒業するまでは音楽のことを考えるのはやめようと思って。それに今はピアノを弾く時間がないもんで、たまに弾いても自分で自分が嫌になるわ。前はもっと指が回ったのに、今はもうダメだなって思う。そう。でも気遣ってくれてありがとう。いや、はい、コーヒーです。あちら、水でも巻いてくるか。好きなレコードをかけといていいぞ。大変だ辰彦くん。おかみさん。ええじゃん、声これまずいでしょ。いらっしゃいませ。辰彦、来とりませんか？あ、今ちょうど帰りになった。あ、何かご用ですか？
うなぎ屋の大黒屋さんのお嬢さんとのお見合いの話を打ち合わせようと思ってきたんだわ。あの子ったら朝から逃げてばっかで話にならんもんだね。お見合いって、すれ違いで今頃お帰りになってるんじゃないですか。そうかもしれんね。ほいじゃまあお邪魔さんでした。どうも失礼いたしました。おかみさん宮今なんだよな。じゃあ俺帰るわ。ごめんな、お袋のせいで窮屈な思いさせて。ううん、あのな俺、なんでもない。じゃあ。この時代、町のあちこちでは出征兵士に渡して無事を祈る千人針の光景が見られるようになっていました。辰彦さんがお見合い、お見合いくらいするよね。辰彦さんももうそういう年だもんね。さくらちゃんはそれでいいの？もともといつか一緒になれると思って会っとるわけじゃないもん。さくらちゃん、私ね、先のことは一切考えんことにしたの。戦争で男の人がどんどん駆り出されていっとるでしょう。この町内にも戦地で亡くなられた方もおるんだよ。明日のことなんて考えとられん。それよりも一日一日、今の一瞬一瞬を大切に生きたいの。辰彦さんのことは好きだし、たまに会えると楽しい。私はそれだけで十分なんだ。今日という今日は返事をしてもらいますよ。俺は見合いはせん、そう決めたんだ。見てみなさい、綺麗で家柄も育ちもよくて、趣味はお琴と茶道だなんて、まあ文句のつけようのないお嬢さんだわね。あんたなんでそう次から次へと断っちゃうの？今はまだ結婚は考えられないんだ。わがままは許しません。商売のためですよ。商売のため？ほうだがね、私もそれを言いたいんですわ。若くして当主になったあんたが人様から信用されるには所帯を持つのが一番手っ取り早い。所帯を持つと人間重みがつくもんだ。おかみさん、千吉さんが呼んでおられます。はいはい、今行くで。達彦、ちょっと待っとり。千吉は水洗い場におられます。これがこの娘さんの釣り書きですわ。ちょっと見ておくれんよ。うちは今大変なんだよ。私一人がチャラチャラピアノなんか弾いとる場合じゃないんだよ。ピアノだけはやめるなよ有森。家族のためなんだよ。どうだ辰彦、いい娘さんだら。辰彦、結婚するよ俺。はあ、そうか、俺はよかった、考え直してくれただね。ああ、俺には結婚したい相手がいるんだ。結婚したい相手？俺、有森さくら子と結婚する。なんだって？前までは東京音楽学校に行きたいって言うから遠慮しとったんだ。ほんでも今は遠慮する必要ないもんな。むしろここにおった方が有森は経済的に楽になってピアノを弾く時間ができるかもしれん。許さんよ。あんた当主でありながら店のことどう思っとるの？冗談じゃない、
俺は本気だ。この親不孝者、外しなさい。おおおかみさん、落ち着いてください。おかみさん、おい、教師くん、お前はもう釣ったとなんで何とか知りん。何かかってるな。有森、結婚してくれ。はい、辰彦さん。ダメだ、桜ちゃん。ダメだ、桜ちゃん。ダメだ、ダメだ。兄貴一体どうしたら、はしごから落ちるなんて。兄貴らしくないわ。兄貴がこういう症状に陥るのは、あ、さくらちゃんのことだら。もう兄貴、いい加減諦めた方がいいじゃんな。実りのない恋は、ま、何遍も告白してそのたんびに振られとるんだ。何よ。俺じゃなくてこっち。あんた、あの娘が好きなのか。桜子と結婚して音楽の勉強に専念させてあげたい。母は反対するだろうが、まず何よりも桜子の気持ちを確かめるのが先だと辰彦は思ったのです。ただいま戻りました。辰彦さん、来ちゃったの。ああ、どうしたんだそれ。桃姉ちゃんが庭に咲いてるって教えてくれて、でお店に飾ろうと思って。あ、コーヒー入れようかね。あ、有森、ちょっと座らんか。ちょっとご相談があって伺いましたわ。徳次郎さんも呼んでいただけますか。はい。どうぞ。本日はどういったご用向きで。桜子さんに縁談を持ってまいりました。お、縁談。はい、うちの清との縁談ですわ。果たして辰彦は桜子に結婚を申し込むことができるのでしょうか。